そしてライブでレッドの田岡がノーグラディさあハングテンを入れて、さあセカンドプライオリティを持つレッド田岡辰巳が継続からクイックなハング5、そして綺麗なカットバック。さて注目の田岡、これライブアクションでカットバック、そしてカットバックからのハング5、さあ戻って、綺麗に戻って、ライブアクションはレッド井上隆、ハング10からのローザーセクションにうまく乗せた。そしてブルー桜川コーダ、彼はタイトーの生粋のローカルです。さあここでコンビネーション決めてくる、さあ去年のグランドチャンピオン浜松会がハング5からドロップにカットバック、レールの使い方うまいです。そして続けてハング5、このハング5長いハング10からの5、さあこれは評価高いでしょう。そしてフローター、ホワイト森大輝アップ、ハングファイブスルー、そしてダウンザライン、ハングテンステップバック、さあエンドセクション、ここが重要。うん、決めてきた。さあアップしたのはブルーの、ハングテンでも入れてきます。塚本最終フラッとなりましたけど、うまくバランスをとって、さあスピードをつけて、そしてここでパワーゾーンカーブ入れます。そしてダブルアップした前に出てきてのリエントリー、コンプリート。さあこれですよね、これがレール入れたハング5ですよね。これは横に行ってる感じで、はい、田岡です。そしてパワーゾーンに戻り、さあプレットボリー、ちょっとフェードターン気味にハング5出てきます。さあしっかりボトムに降りて、トップターンも綺麗に板を返す。もう一度ボトムからアップします。これはハング5掘れるセクションで、さあダウンザラインをしていきます。この後ドロップに、そしてもう一度セットアップしてっていうところでしたけども、さあ浜瀬がアップ、ハング5、さあソウルアーチステップバックをして、そしてエンドセクション決めと。もう一度いきます、ライブアクション。さあこれはうわ前が落ちちゃったか、ただこの後リフォームしてくれば、してきた、ハング5ステップバック、もう一度ハング5ステップバック、トリミングしてパワーゾーンに戻って、もう一度セットアップして、ハング5ステップバック、レッドアップ、ハング5ステップバック、持ち味出してきましたね、はい、田岡選手優勝、吉川選手は 1.27、 菅谷選手は 1.23 のラストウェーブで、優勝はホワイト田岡夏実、アップするのはホワイト浜瀬、ハング5、さあ引っ張る、引っ張ります。その後ステップバック、ドロップに、もう綺麗にレールワーク、その後のエンドセクション多いんですけど、もう波選び、はい、うまいです。さあブルーも大きなトップターンからカーブ入れた後にハ
ング5、ハング難しいですね、これすごいですね、バック5、はい、バックサイド、わーっとこれ決めたらすごかった、アップします、ハング5、さあしっかりレールをホールドさせた、ハング5引っ張ります、ステップバック、さあ惚れてくるセクション、エンドセクション決めたい、今度は決めました、さあアップするブルー、ステップバック、さあボトムに降りる、この深いボトムからトップターン、さあもう一度セカンドターンもおっと決めてきた、出られなかったですが、はい、さあライブアクション、塚本がハング5から一瞬ハング10を入れてダウンザラインしてきて、ここでホワイトウォーターエンドセクション、ちょっと延期試合になり、ここ釣ヶ崎海岸でのファイナルデーでしたが、見事優勝浜瀬海